今日からこのクラスの一員になる工藤英二君だ。仲良くするようによろしくお願いします。じゃあ空いてる席に座ってくれ。よろしく英二君。私葵、わからないことがあったら何でも聞いてね。よろしく。どうしてこんなことになったのか。あきらくん、君には今日限りでこの学校から去ってもらう。どういうことですかはるか先輩。俺が何かしましたか。いいや、君は風紀委員として本当に頑張ってくれた。生徒を狙う暴走族を一人で返り討ちにしたり、学校中の校舎の窓を半日でピカピカにしたり、生徒に怪我人が出れば救急車より早く病院に連れてったり。ならどうして君は活躍しすぎたんだ。確かに校内で目立った非行はなくなったけど、その分不良たちの活動は地下に潜って見つけにくくなってしまったんだよ。最近の風紀委員は武闘派すぎると一般生徒にも軽く避けられてるし。その責任を取れということですか。違う、これは攻めの一手さ。君にはこれから陰キャ転校生エイジとして学校に通ってもらい、今まで見逃していた非行の証拠を掴んでもらいたい。カツラ？こんな無茶苦茶な手段できるわけが。大丈夫、学校から許可は得たから。これで今まで君を恐れていた生徒たちが近づいてくるようになるよ。良くも悪くもね。そこから新たな情報を得られると思う。じゃ、期待してるよ。ということで俺は陰キャとしてこの学校に通うことになった。まったくこんなの本当に効果あるのかね。変装して学校に来るようになってから数日、順調にぼっちの道を突き進んでいるだけで、まるで情報が入ってくる様子がない。やあ転校生、もう学校には馴染んだか。あ、いやまだちょっと慣れないかな。それなら俺の仲間に入れてやろうか。ちょっとクズキ、何やってるの。また転校生に絡んで。おいおい、まだ何もやってねえだろ。いいからあっち行って、シッシッ。気をつけてね、あいつああやって近づいて裏で広いことしてくるから。怖いですね。うん、最初は友達になるふりをして途中からパシリにしていくから、周りにバレにくいの。おかげで風紀委員にも気づかれてないみたい。こんな変装意味があるのかと思ったけど、どうやら当たりを引いたらしいな。いい？困ったら風紀委員の人に相談するんだよ。少し近寄りがたいけど頼りになるんだから。特にアキラって人は。そうなんですか。うん、すごくかっこよくてね。私が前に怪我した時も救急車が来るより早く病院に連れてってくれたんだ。言われてみれば俺もこの子には見覚えがあるな。確か球技大会で怪我をした時に助けたんだっけ。そういえばエイジ君ってちょっとアキラ君に似てるかも。え、ほら目元とか。気のせいじゃないですかね。僕なんてよくいるような顔ですし。そうかな。まあそうかもね。ごめんね、変なこと言って。危ない、バレるところだった。このことは距離を取ろう。ああそうだ、せっかくだし私が学校を案内してあげるよ。まだどこに何があるか把握してないでしょ。え、いや別に俺は。遠慮しないで、私クラス委員だし。ほら行こう。この先に行くと視聴覚室で、あっちが講堂ね。はい。そろそろ手を。ん？ああごめんね、気づかなくて。いえ。それにしてもこの学校はちょっと不良が多くて驚いたでしょ。そうですね、少し。この学校ね、数年前に2つの学校が合併してできたんだけど、その時に2つの学校の生徒たちに対立が生まれて、学校はすごく荒れたみたい。不良が多くなったのもその時だって。そうなんですか。うん、けどその対立を終わらせた人がいるの。それが風紀委員のアキラくん。へえ。アキラくんはすごいんだよ。不良をちぎっては投げ、ちぎっては投げ、とうとうこの学校に治安をもたらしたんだ。ごめんね、知らない人のこと言われてもピンとこないよね。いえ、めっちゃピンときてます。すごい心当たりあります。まあここまで語っておきながらアキラくんとちゃんと話したことはないんだけどね。遠くから憧れてるだけというか、エイジ君も内緒だからね。あ、はい。なんか騙してる罪悪感と照れくささが同時に来るんだが、最近他の荒れた学校に助っ人に行ったって話だけど、その分他の風紀委員たちも頑張ってるから安心してね。わかりました。それとあの旧校舎には近づいちゃダメ。あそこはクズキたちがよく出入りしてるって噂があるから。わかりました。ありがとうございます。旧校舎か。さて旧校舎が怪しいが乗り込む口実がないな。どうするか。あ、転校生じゃん。くずきくん。おお、ちょうどいい。こっち来いよ。なんでしょう。相談なんだが、金貸してくれね。ちょっと切らしちゃってさ。なるほど、郊外なら風紀委員に気づかれないと思ってカツアゲか。それはちょっと。ああ、いいから貸せって。何、すぐ返すよ。多分仕方ない。予定外だがここで現行犯逮捕するか。そこ何やってるの。ちっ、エイジ君大丈夫。はい。よかった。たまたまエイジ君が路地裏に連れ込まれるのが見えて慌てちゃった。それにしてもクズキはひどいね。なんとかしなきゃ。葵さん。ううん、なんでもない。さて財布を盗まれたって口実もできたし、旧校舎に乗り込んだものの誰もいないな。なんか声が。クズキ、昨日エイジ君から盗んだお金を返しなさい。うるせえな、友達に金を借りただけだろ。葵さん、まさか昨日のことで文句を言うために一人で乗り込んできたのか。カツアゲでしょ。素直に返さないなら通報するわよ。クズキ、どうする。めんどくせえな、しょうがねえ。お前らやっちまえ。あ、なんだ葵さん、こっち。エイジ君、どうしてここに。少し道に迷いまして。それより早く逃げて、あいつらが来ます。逃げてって、エイジ君は。大丈夫、時間を稼いでから僕も逃げます。でも葵さんがここから逃げて風紀委員の人に連絡してくれた方が僕も助かりますから。さあ急いで。うん、気をつけてね。さて、そう、窓開けろ。どこの誰だ、こんなふざけた真似しやがったの。どこの誰がやったって教えてやろう。この俺だ。お前、アキラ、別の学校に行ってたんじゃなかったのか。助けを求める声があればどこからだって駆けつけるのが風紀委員だ。さっきの一部始終見せてもらった。おとなしく自首するなら罪も軽くなるぞ。ふざけんな。いくらあいつが強くても多勢に無勢だ。やっちまえ。やれやれ、自首はしないと。うん、くそ、本当に同じ人間かよ。お前たちには重い処分が待っているだろう。楽しみにしてるといい。それともうあの子には手を出さないことだな。もしもし、はるか先輩。3人ほど現行犯で捕まえましたが。旧校舎の件だね。こっちも葵って子から事情は聞いた。教師に連絡して不良たちは指導室送りにしておくよ。お疲れ様。ふう、これで変装からも解放されますね。おや、何を言ってるのかな。我々の目の届かないところに隠れた連中はまだまだいるんだよ。これからも頑張ってね、エイジ君。いやいや、まだ続けろと。大丈夫、学校の許可も取ってあるから。そういうことじゃ。切れた、強引なんだから。あれは。エイジ君、聞こえる？助けを呼んできたよ。おっと。あの。エイジ君、無事だったんだね。よかった。はい、なんとか。クズキたちはどうなってる？さっきの教室で伸びてると思います。え、エイジ君がやったの？もしかしてエイジ君ってすごく強い？違います。そのアキラっていう人が来て助けてくれたんです。アキラくんが？そっか、わざわざ助けに来てくれたんだ。ええ、僕一人じゃ何もできないですから。そんなことないよ。一人でも私のこと助けに来てくれたし、ありがとうエイジくん。 いえ、大したことじゃ。ううん、エイジくんは勇気のある人だと思うよ。これから頑張ればアキラくんみたいになれるかも。やっぱり顔も似てる気がするし。気のせいですって。そっか、まあ何にせよいい友人ができて何よりだよ。これからよろしくね。よろしくお願いします。この先の変装生活、どんな不良よりも難敵なのは彼女かもしれない。漫画エンジェル猫岡チャンネル登録よろしくお願いします。